いただきます。いただきます。あ、納豆、あ、混ざってる。あ、箸の方がいいか。ままでじゃないよ。ちょっと、ま、混ざりたい。少しね。あは、これさ、あの納豆、あ、いいよ、横に置いてて。メガネを一個一個混ぜる。混ぜてもいいし、少しでいい。混ぜてたら時間かかっちゃうから。じゃあ食べます。大丈夫。感想をどうぞ。うーん、音の味ぐらいしかしないです。後から美味しい。枝豆の味も後からします。うん、美味しい。どうですか、ママちゃん。納豆好きでしょ。納豆大好きだもんね。枝豆も好きだもんね。どうですか、キラ。枝豆の味する。そういうかけてるから。食べた時はね、最初、ん？ん？ってずっと言ってたんだけどね、まずくはないよとか、またいつもと同じこと言い出して、結局枝豆の味するのどうなのって聞いたら、なんか最初納豆の味しかしなくって、なんか最後の方に枝豆の香りがするみたいなこと言ってた。まあそうだね、そうだね。母も食べて、ん？どこ、いつ枝豆の味するかなと思ってずっと考えて、ずっと言ってね、なんか時々なんかスッとなんか枝豆っぽい香りが時々する時があるから。今私言ったね、うん、ほとんどデチちょうだい。ほとんど納豆の味だよね、うんうん、でもなんかね、歯はいつも好きじゃないでしょ、納豆ね、うん、それでいつもと同じ感覚で食べたら、いつもよりはなんかまずいって感じもしなかったから、なんかやっぱ違うんだろうね。なんか食べたけど、食べ終わった後にね、納豆感が少ないっていうか、いつもよりね。それでね、塩でも母は食べてみたんだけどね、母は醤油の方が好きだ。父も醤油の方が好きです。醤油の方は多分でも好きだと思う、ね、うん、ナナ、あとすごい、ナナ、なんで口もっと近づけといて、ナナ。そうそうそう、ん、なんでこのさ、ネバネバだけがある。結構ネバネバすごいよね。うん、大丈夫かなって。いや、大丈夫だよ。ということで、あんまり触らないかな。けど、ちょっとふっと枝豆の香りがして、あ、枝豆の味した。なんか時々ふってするよね、うん、なんだ、あ、枝豆、なんかわかんないんだけど、急にふってするよ、なんかね。これ食べ終わった後ってわけじゃなくて、なんか、なんだろう、わかんないけど、あ、ってなんでたぶん、なんか血と皮違ってた。どっちで、こぼしたの。水こぼれただけでしょ。こぼしたわけじゃないでしょ。漏れちゃったんだよね。それでさ、それで手袋をさ、こぼれてた。もう直しました。うん、ご飯に合いそうですか。どう、合わない。合わない。もっちゃ合いそう。合いそう。うん、合いそう。じゃあ、この後ご飯と一緒に食べようか。うん、すごく美味しい。うん、じゃあ、興味がある方はお取り寄せしてみてください。ございます、うん、じゃあ、ゆっくり食べます。それじゃあ